はい、じゃあです、今回ですけども、いろいろあったバズの後輩たちを読んで、親睦会を開こうかなと思いまして、おなじみ、ぎゅうぎゅうさんに来ております。普段ね、バズの子たちとあんま関わらないんですけど、僕は。まあでも、このいろいろ問題があったんで、これを機に後輩たちと仲良くなろうということで、距離を縮めようと思ってね、こういうね、会を開きました。で、まあ一応、バズの元社長の高橋さんも、まあまあ、僕もやっぱり若い子に話が合わないかもしれないんで、まあ、助っ人で来てもらって、今回は4人のクリエイターを呼んでおります。で、その4人には、まあ何も説明はしないですけど、雰囲気的に僕が読んだし、僕が一番年上やしってことで、僕がおごるみたいな空気感になってると思うんですよ。ただ、動画が回ってる以上、ドッキリしないと面白くないなってことで、前にカジサックさんに仕掛けたドッキリ、僕が背景の途中で変えるっていうドッキリ、これを後輩たちにも仕掛けてみようかなと思います。結構な人数いるんで、これ相当な会議できたと思うんですよ。4人呼んでるんで、僕と前さん、高さんって7人いるわけですよ。7人で、その店で食べたら、普通にも10万確保いるんで、結構な会議になると思うんですけど、その時に後輩たちどんな反応するのか、お金自体持ってると思うんですね。言っても多分。ただまあ、あれみたいな感じになると思うんですよ。ヒカルさんどこ行ったんで、その反応をちょっと見ていけたらと思います。じゃあ、今オープニング撮るんで、外に4人とも待機してもらってるんで、一人一人読んで紹介していこうかと思います。高さんと呼んでってもらっていいですか。はい、まあ。僕の視聴者の人は、分からない子もいるかもしれないんで、今やっぱ一人一人で紹介した方がいいな。はい。お、来ましたよ。失礼します。お邪魔します。面接官みたいな。バズのクリエイターのモッチです。どうも、モッチです。わーうるさいな、ほんま。知っとる人多いんじゃないかな、多分。ちょいちょい出させていただいてます、ね、めっちゃ前に TikTok の動画とかで一瞬出たりとか、あと宝探しにも出たりとかしてるんで、分かってる人はいるかもしれない。プラス TikTok 系のネタで何個かバズってるやつがあるんですよ。結構バズってますね。そう、動画で。だから知ってる人も多いんじゃないかな。知らない方がおかしいです。2人目、高橋お願いします。あ、こんにちは。久しぶり。あ、うわすごい。うわどう、初めまして。緊張してる、やっぱりぶっちゃけ。すいません、髪の毛痛みすぎちゃった。バズのクリエイターのマリモです。あ、はじめまして。彼女との動画が多かったんで、昔は。昔は。いやそうですね、昔は。今は、どんな動画出しようか、俺はいまいち分かってないけど、まあ、この親睦会で、そういうのいろいろ知ってきたらなと。あ、そうですね。何言ったことあります？あ、なんか、これ、金屏風に包まれた場所初めてなんで、めちゃくちゃ緊張してます。なんですけど、あんま公開してないんですよ。ああ、分かんない。そうなんや。ああ、でもまあ、どことのハーフか。どことのハーフって内緒で。あ、内緒で。ここまで引っ張ってでも、なんかちょっと外国の地入ってそうだった。そうなんですよ。ガチで。はい、ちょっと入ってブラジル。いや、そこは内緒で。お次は2人組のグループ、もらいましょうか。こんにちは、こんにちは。こんにちは。なんでそんな軽いんだよ。ロマロマ。逆に重い雰囲気の思いました。いつものオレンジの千早とフレッドです。はい、どうもお願いします。これは元アルティメット4人っていうグループの3人が今。ああ確かに。そうですね。あとここにネギリョウっていうやつが入ってアルティメット4人っていう、うん、全然アルティメットじゃなかった4人めっちゃ悲しいやつね。あったんですよ昔ね。ラモスさんに散々ディスられたんですよ。いつものオレンジっていうグループね。どうも、挨拶やっとく。あ、そうですね。せーの、オレンジやるしゃい。どうも、レッドドーチャーです。底辺ユーチューブみたいな。確かに底辺だけども、結構昔からバズにいます。初期名です。歴史って多分俺より長いんじゃない。バイン勢なんで、みんなバイン勢。バズはもうバインから始まってるからね。最初 DJ 社長も4人のこと知っとって、4人を見ながらやったこともあるみたいなこと聞いて、結構その昔はすごかったっていう。今はどう？登録者的には。登録者的にはちょっと恥ずかしくてあんまり言えない。 TikTok とか結構バズってましたね。そう、 SNS が強いですよ。 YouTube や SNS が結構強い。そうです。 TikTok、Twitter は結構強い。モチに関しては登録者結構今36万。結構すごいな。すごい。先輩も。あ、僕21万です。あ、すごい。確かに。アルティメットにも昔はすごかったよな。何人おったっけあれ。今11万ぐらいです。ああ、結構おるよ。うん。いつ俺は今8万ですね。あります。ああ、でもまあまあ近い。あれよりはなんか集客力がすごいんでしょ、イベント。ああ、確かに。確かに。イベントの呼ぶ数で言ったら、全然俺と一緒ぐらい呼ぶぐらい呼んでるらしいですよね。それはそんな呼んでない。今聞いたことあるんです、そういう話。
らしい。はいはいはい、ガチですごいね。いやでも本当に呼ぶらしいですよね。じゃあ年齢は今20歳です。21でもうすぐ22です。でマリモが20です。若っ。若っ。ピンキーと一緒ぐらいってことだよ。ピンキーより1個下とか。ピンキー1個下1個下ですね。よし、めっちゃ若いな。すごいなほんまに、うん、俺初めてやったこの年の子と絡むの。ちょっと緊張してるんです。え、そうなんですか。ジェネレーションギャップ感じるんですよ。言ってばっかりということで今回はこの4人と一緒に美味しい肉を食べて、食べながらのトークも弾むと思うから早速肉頼んで仲良く食べていきたいと思います。はい、いただきます。じゃあ頼んでいきますか。やったー。やった。でも好きなもんないですか。まあおすすめは何個あるんやけど、ぶっちゃけでも何か好きなもんあったらもうそこは任せるけど、一番高いのってどれですか。一番高いのは、ね、一番気になるのそれよ。お、エンペラブリアン。エンペラブリアン、シャトーじゃなくてエンペラなんですね。そう、シャトーもある。シャトーもあって1万円でエンペラが2万円っていう。2万円か。そう、2万円えぐいな。美味しいんだけど頼んで満腹感入れるかって微妙なところだから。あ、ぶっちゃけ他におすすめあるやん。美味しい、おすすめ教えていただけますね。じゃあウニ牛を人数分お願いします。人数分。牛牛ユッケを、あとぶっちゃけ超おすすめはもう卵かけご飯になるんだよ。それマジでうまいから。いいな。いや俺個人的に気になったんですけど、この牛牛ラーメンがめちゃくちゃ食いたいな。あ、牛牛ラーメン。あ、ラーメン食いたい。ラーメンを2つ。あとはじゃあ俺卵かけご飯で。卵かけご飯、はい。で、マリモはこだわりの白米。僕はあの緑茶で。緊張すぎやろ。あれも緊張すぎだよ。大丈夫。あとは結局この辺も食べた方がいいかな。演出に行くから。見たいやつだ。めっちゃ見た。世界一長いタン。これめっちゃ個人的にこのガラスのシンデレラは。でそれ一つ買って。あ、ドラゴン欲しい。ドラゴン。ドラゴン。ドラゴンいい。あとじゃあネギ塩タンを2。特上タン1。焼きすき焼き。焼きしゃぶ。結構頼んだけどこれで。そうですね。結構頼んだ。あとはなんかキムチの盛り合わせを2つ。他なんかある？バリモとかあるんじゃん。あ、今回ウーロン茶ばっかりです。大丈夫。そうですね。一旦で大丈夫。はい。おお、楽しみ。緊張するぶっちゃけこれは。めちゃくちゃ緊張してますよ。緊張します。緊張しすぎやろ。そういうでもなんか集まりしたい。俺ほんまにまずね参加したことほとんどないから。マジで初めてかもしれない。4人とご飯食べること自体。まず。あ、なんかこの間の事件の時にちょっと。事件。事件やまず。事件。事件やまず。あれ民事にもやってないから。あの時にちょっと軽く話したから。そうですね。全員と。それきっかけで。あれがあってよかったなっていう。そうですね。実際今までヒカルさんに対してこうどうもやらみづらいな。そうです。すごい絡みづらいっていう写真があって、ここみたいな感じです。そうそう、本当にここで。なんかバズライオの舞台袖ですごいヒカルさんと話して、あ、意外と話しやすい人なんだなと思って。ああ、俺話しかけられたら話すから。あ、そうですよね。自分からはいかへんから。まあヒカルさんそういう意味で言ったらあれですよね。マジでそのキャラ。いや、めっちゃ緊張してて。ファンなんですよ本当に。気づいてないと思うんですけど、サブアカフォローしてて、昨日も大好きです。確かに気づいてなかった、全く。俺からしたらもう本当ファンの、あーそうなんですよ。ファンだ。そう、感情はやばいよ。あ、これ来た、ギューギューの前座。これマジで、ここから始まるギューギュー。これマジでうまい。コンソメスープみたいな、朝に飲むような感じのやつだけど、これビビるぐらいうまいから。中でココみたいなやつを溶かして飲む。金箔入ってる。その4人はさ、やっぱ仲いい。ずっとそうですね、結構事務所とかでもやる。住んどるとこ3人は一緒なの。そうですね、今3人この3人は一緒で、はい、なんで3人でグループになろうったら。確かに。あ、なんでだろうね。なんか他のクリエイターをことで意見が変わってるみたいな。なるほど。マリモは一人でやっとる。僕はもう組みたくないです絶対に。単独がずっと一人です。今はどういう感じのイタリアと色々やってます。一回調べていい。あ、ちょっと、あ、どんなネタやったかな。彼女とのネタは覚えてないけど、それ以外がマジで分からなくて。まあでも系統としては別れたっていうのもあって、ちょっと失恋系とか陰キャネタみたいな。陰キャネタ、そうそう、そう。またフィリアジュだったので、そういうのを題材にして出してこれも。 YouTube 歴はどれぐらい見たの。僕は2年ぐらいです。で、2年と2年は。俺はもう本当にめちゃくちゃ元をたどると、まほとさんとかの影響ですごい始めた時も一応中学生なんですよ。へー。だからずっと一応やってるっちゃってるんですけど、すごっ。まあそっから倍に乗り換えたりとか、いろいろとちょっと歴史はあって。1回フレンドは3年ぐらいですね。あ、結構みんな長い。もちろん俺も千早と同じで中学校ぐらいでやって。中学校で挫折しては繰り返す。伸びない。そうね。中学生の時から YouTube 見とった人からしたら YouTube ってめっちゃ変わった。やっぱりめちゃくちゃ変わります。どうだった昔は。私もっと汚かった。汚かった。そうね。治安が悪かったみたいな。姿勢がなかったよ昔は。
だってヒカキンさんとかすごい口悪いんですよ。そうなんですか。お前とか言うんですよ。あの人お前って言うの。そうなんや。そうなんですよ。どんな動画出してたの。そうですよ。あ、僕ですか。ヒカキンさん。ヒカキンさん、いや、なんか商品紹介とかが多くて、いや、お前これ食べろよみたいな。あ、そうそうそう。待って待って、そっちだったんや。シナモンチャレンジって昔流行ったやつがあったんですよ。それを真帆さんとか、あと PDS さんとか、あ、その時にお前これやれよ。そうそうそう。公園にしてたんですよ。あ、友達相手って。そうそう、お前これ食べろよみたいな。あ、そうそう。確かに今言わへんもん。そうですよね。すげえ、そんな人だったら、こんな部下見とったことやろ。そうですね。あの頃は YouTuber ってかっこいい職業じゃなかったの。憧れではなかったの。でもなんか俺からするとかっこいいなとは思ったんですけど、人と外れててなんか面白いなって。ああ、そういう時代ね。当時儲かるみたいなイメージあったの。いや、儲かるってイメージよりかはなんか有名になれるっていう。ああ、そうか。なるほどなるほど。おお、来た来たよ。ウニ牛来たぞ。これこれを醤油つけて食べたら、はい、いいビルと。じゃあ一人一人食べていくか。いただきます。じゃあ最初誰から。一番子供年上もち。そうですね。もちか、もちか、もちかとか言われそう。いつか通るから。いや、そうですか。俺ずっと言われたから。頑張れ。いただきます。マジ。うるさい。じゃあマリモ。あ、すいません、いただきます。もうウニも肉もどっちも好きなんですよ。おお、どっちも。もうやばいっすね、これは。手震えちゃった。ちょっと。いただきます。まあ、いい絵すんだりとか、そういうのを結構お前使っちゃうんで。めちゃくちゃ幸せそう。ガチでうまいやつじゃん。うまい。いや、これやっぱガチでうまい。本当においしい。じゃあいつ俺。いいですか。じゃあグルメチャンネルなんで。そうですね。グルメチャンネル。一応そうですね。食レポもあるで。そうですね。これはでもうまいと思う、相当。おお。どうぞどうぞ。じゃあ俺から食っていい。いくらですか。なるよね。この顔になっちゃうよね。これ生でいけるんですか。生でいける。生でいけるんですね。もちろんもちろん。誰も焼いてない。わあ、ユッケの。じゃあこっちで、こっちアングルで。いただきます。なんだこっちだ。わあ。誰も見てない。誰も見てない。視聴者の誰かなってるか。視聴者の見とうから。へえ。あ。うわ、あのウニの臭みがマジないよね。そう、普通の安いやつ。ウニの臭みマジない。マジで同じこと言うから。マジ返してるだけだからね。醤油も甘い。肉も柔らかい。甘い。甘いしてたそれ。うまいですね。じゃあもうどんどん食べていこうみんな。いただきます。いただきます。最高級な卵かけご飯でございます。最高級。ありがとう。この卵はマジで。本当のくまいわ。美味しい。レベルの違いってこんな感じなんだなって。マジない。違う、家牛ラーメン。おお。ラーメンやばい。器が。すごい。チラチーズじゃん。確かに。ラーメンっぽくない、家もんが。ありがとうね。4人は初めから友達やったんか、バズに入って友達やったんか。事務所が。そう、俺は友達。俺とフレンドはもともと友達でね。うん、どういう感じ。もともとバインで友達になってから、バズができたって感じ。誰も。事務所に入ってから。バリ、汗かいてる。てか、もともと富山だったんで、東京のみんなと仲良くする機会が本当最高に。そうだね。そういう意味でも一人だったんですよ、ずっと。なるほど、なるほど。バズきっかけで東京来たもんね。そうそう。もちさんも最初めちゃめちゃ関わりづらかった。そう、そうなんですか。関わりづらかった。これから誰も絡みに行ってなかった。うん。結構ぼっちでした、バズ入るまでは。なんでバズにしたっていうのが俺。ああ、でもね、それっすよ。バズきっかけはもちさんで、もちさんからいきなり電話がかかってきて、バズっていうのができるんやけど、入らんかって言われて。バズの勧誘係だ。ちょっとあの、名前出していいのかわかんないですけど、当時別の事務所からもご誘い。でも焼肉まで奢ってもらったんですよ。わざわざもう東京に行かずに焼肉で釣られて、焼肉で釣られて契約寸前なんですよ。もうそこの事務所もうこれからうまくやってこうねってもうこう握手までしたんですけど、思いっきりそっちに乗せられてまだ入りました。もう焼肉よりも強い魅力がありました。いや、バズってめっちゃいろいろあったやん。そうですね。いろいろありすぎるぐらいの事務所だけど、辞めたいと思ったことないかって気になって俺。めっちゃあります。あら、
これもあるあるある。なぜやめなかったのか。まあもうやっぱ会社が好きというよりかはもう入ってるクリエイターが好きだ。その通り。なるほどね。逆に置き去りにしたくない。情がちょっと運はないやみんなの中で。いやちょっと運は入りたくない。あ違うんやっぱり。ちょっと息苦しい。ああね。個人的に全然ありです。うわラーメンやばいよ。すごい。絶対うまいぞこれラーメン。何や豚骨かな。豚骨かな。美味しい色してる。絶対うまいぞこれ。塩。塩っぽい。普段4人はどれくらいの焼肉屋に行くの。言うて別に同年代だったら稼いでるから。やっぱでも普段は1人1万円とかそんぐらいの。まあなんかもう最近まで高級な焼肉は叙々苑が一番上だったから。一番上が叙々苑だと思ってたんで。めっちゃわかる。なんかヒカルさんみたいな牛牛とかそういう存在を知らなくて時も迎えてます。値段ってジョジョ園と一緒ぐらいじゃない。そうか。いや多分ジョジョ園高いと思う。ジョジョ園ってことってコースしか頼めないでしょ。あまあジョジョ園コースいっぱいあるんだ。有限定と多分一緒ぐらいですよね。あそうですね。その方と有限は高い。有限時期だ。うめえ。美味しそう。この醤油だからビビるぐらいうまいから。醤油がうまいですね。これ醤油じゃないよね。なんか出汁みたいな。ああ卵かけ専用醤油。そうそうそう。あこれ近い。こんな感じ。さがグルメチャンネル持ってるだけは。一応ね。グルメチャンネルいつもやってもう絶対にグルメに結びつけるような感じの。あ今方向性がそうなったんや。そうですそうです。自分らでも作るってこと。あそうです。料理とか全然しますし。どっちもできるの。いやでもクックパッドとかで調べながらとか。ああなるほどね。男3人で暮らすわけや。そうですね。不便なことってない。ぶっちゃけ3人で暮らすと不満起きそうや。あ確かに最初の頃は今は特に。まあ家庭内別居みたいな感じなんで。あそうそう。なるほどね。マリモが家事やんないぐらいで。すごいのが来た。すげえ。すっごい。ラーメン美味しい。めちゃくちゃうまい。成功。もうない。微妙やん。あ、美味しくなかった。どうどうどう。美味しいんだけど。牛牛だみたいな。ああ確かにね。今とどれが一番最強。なんかね、ウニめっちゃ良かった。で、ウニそんな好きじゃないんですよ。そんな好きじゃないのにウニめちゃくちゃ美味しかったよね。めっちゃ良かった。みんな言うな、ウニ好きじゃなくて見てるみたいな。長かった。長かった。結構食べました。このじゃあ世界一長いタン行きましょう。入れました。いただきます。いただきます。いただきます。これどうやって食べるんですか。これ一番うまいかもしれない。タレとかつけずに。これめっちゃうまい。なるほど。うまい。うまっ。うまっ。めっちゃうまい。トロロと合う。トロロと合うんですね。タンってめっちゃ心地いいんですよ。高さの重さうまいっすね。なんだろ口の残りというかずっと噛める。残りね。じゃあいいよ。フレンド君何かしら言ってくれるね。さっきからさすが。うまこいし。俺らちょっとリアルな反応が出ちゃってるね。うますぎてちょっと何も言えない。戸惑っちゃってる。本当に美味しいもの食べると何も出ない。逆にみんなは今回ヒカルさんとあんまり絡む機会なかったんだから質問とか聞いてみたいこと。あちょっとあってガチファンがね。ちょっとガチファンからちょっとあるんです。ガチファン入ります。僕くらいの年の時ってヒカルさんってどんな考え方で行動してたのか。僕今YouTube だけで生きてるんですか。だから YouTube だけで生きる上にあたってなんか結構迷うことがめっちゃあるんですよ。このままどうしていったらいいかとか、最近彼女とも別れたんで、そういう方向性とかのあれでいろいろ悩んだりすることが多くて、ヒカルさんって今すごくメンタルが強いじゃないですか。だからか僕と同じぐらいの年もそんぐらいだったのかな。21今年で20歳です。20歳。まだ、あ、前さんが一番知っとうかなこれは。でも20歳の時やろ。近くのおったから。20歳の時って別ぐらいやろ。20歳の時から結構前、今よりイケイケやったから。ああ確かに。そう今より尖ってた。すごい尖ってた。あんま落ち込むこともないです。なかったから。なかったと思う。なんか手当たり次第もう行動してつまずいても一瞬でまた切り替えて違うことやるみたいな。でもヒカルさんの場合みんなと多分違うのはお金を稼ぐために仕事として YouTube したってところが多分ちょっと違うんですよね。
や、その辺がなんか有名になりたいとかって感じじゃないですもん。僕最初のスタート有名になりたかったからですよ。お金じゃないですよ。え、そうなの？俺結構前から言ってます。有名になりたかった。へぇー。 YouTube でお金儲けしようっていうのは全く思ってなくて、正直 YouTube 稼げないと思ってたんですよ俺あんまり。へぇー。そうなんだ。だから俺広告つけてないですよ。ゲーム実況の時1年間広告つけてやったんで。へぇー。だから1億再生分無収益でやってたんで、そこで稼ぐ気が全くなかった。僕は自分の言葉を多くの人に、ね、届けれたら、それだけで全てのことが可能になると思ったんで来たんです。なんか僕は喋る力が強いなって分かってたんです昔から。20代の頃分かってたんで、要は僕の話に耳を傾ける人間の数が増えれば思い通りになると思ったんですね。あとはでも元々会社経営されてお金はありましたもんね、多分 YouTube。まあ、お金はあったんですけど、まあでもお金目当てなかったですね。人気が欲しかったとか影響力ですね。僕の言葉を聞く人間が欲しかったとか、フォロワーが欲しかったとか。スタートはだって初期なんか2000万くらい投資したって言ってましたっけ。そうですね、 YouTube で。そうなんですね。2000万だいぶ勇気ない。元々2000万持ってたのがやばいよね。やばい。なんか持ちとかある好きなの動物はなんですか。動物はあ、ヘビ。ヘビヘビヘビかっこいいですよね。ヘビ、ヘビ、目が好き。ヘビ、トカゲ、爬虫類の目が。あ、ヘンリーのあの目とか。そう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 、あの黒と黄色の。そう、あれ目が好きでっていう、それだけ。すっごい参考になりました。何度だよ。でもこの人もよくある人やから。聞かれれば結構。いやまあでも結構なんか蛇とかってお金のなんか象徴であったり、やっぱり間違いじゃなかったなっていうのがすごい。すごい。思ったより頑張って広げてうまかった。え、ちはやとかじゃなくて。いや俺質問じゃなくて願いがあるんですけど。願い。やっぱヒカルさんって結構年上じゃないですか、僕たちと比べたら。でちょっと距離を縮めたいなって僕前から思ってて、呼び捨てとか1回でいいからさせてもらってもいいですか。いいっすか。大丈夫。大丈夫なの。大丈夫ですか。殺されないですか。俺大丈夫ですか。でもあんまり呼び捨て呼ぶ人おらへんよね。あ、おらへんかも。今のふわふわだった。動画で撮ったかな。ラファエルさんも僕もヒカルさんですもんね。動画で撮った。相馬さん。あ、相馬さん。相馬さんや。相馬さんの次や。呼んでいいですかじゃあ。さりげなく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 。じゃあヒカルカウンター入れてください。うん、そうそうそう。俺が何回言ったか。それ多すぎて言えるの。カウントここから開始ってことです。そうですね。ちょっと大変なことになった。何を取らせたらあかんねやっぱり。フレンド先生なんかあるんですか。僕はですね、スマブラとかポッケンとかしたいんですよね。スマブラ一緒に撮りたいんですよ。スカルさんと VS したいみたいな動画撮りたくて。ああ、いいっすか。スイッチのやつ。スイッチのやつ。全然でもスイッチは俺やってないやん。そうか。でも初見で1000円からやれるの。マジですか。いけない。大丈夫。やるでも2等やな。いけます。めちゃくちゃいける。あれはスイッチでやる。ゲームキューブのコントローラーでやれる。全然できます。できます。あ、できるよ。 DC コンでも全然できる。あ、いけるよ。じゃあ全然やれる。え、やろうよ。やった。あとポッケンも昔ヒカルさんやってました。僕その時アーケードで、ね、割と上位にいたんですよ。それで、あ、やりてぇこの人みたいな思ってたんで。ポッケン懐かしいな。もう懐かしい。ほとんど覚えてないけど俺記憶がマジでない。ポッケン今ないっすもん。廃れちゃって途中からお願いになっていきました。ちょっと流れ崩したやつすいません。いや、ヒカルさんスマブラ強いですよね。そう、昔用のやつは強かった方ですけど、でも実際やっぱガチでやつ比べたらもう全然ね。だってこれプライベートでマフマスさんと DJ 社長とヒカルさんと、まあともう一人いたんですけど、でスマブラやって優勝しましたからね。え、マジですか。なんかマホトさんとやってたの見た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 。普通に強かった。最近やってないもんな、もう全然。昔はもっと強かったよ。あ、ちょっと黒にしよう。あ、これ白なんですね。砂時計か。砂時計流れてない。デザートかと思った。質問、ただの質問いいですか。好きな漫画なんですか。好きな漫画めっちゃ多い。合コンみたいな。なんか漫画に関してはマジで俺も読んどうやつが多すぎて、みんながよく聞くんがどれがオススメなんですかって聞くんやけど、なんか王道なんて言うとワンピースとかってオススメに入るんやけど、みんな読んどうから、ちょっとマニアックなとこで言ったらいろいろあるんやけど、俺も読んどうやつが多すぎてオススメが多すぎるんやけど、マジで。俺だって家に実家図書館作っとくぐらい。漫画を置くだけの部屋を作ってやる。
で、ぐらい漫画が大好きですごい読んでたから一番でも今全ての漫画で今一番俺なのにおすすめはキングダム。おキングダムね。キングダムはめっちゃおすすめかな。なんか自分の人生に影響を与えたなぐらいのなんかフェイバリット漫画ってあるんですか。バトルロワイヤル。バトルロワイヤル島で起こるやつですよね。これ映画のやつ有名ね。映画版の見ました。それは見ました。ビジュアルだったか主演の。でも映画のやつは俺からしたら漫画の全然レベル低くて漫画とかはるかに重くて漫画15巻まで結構重い漫画。漫画の原作いや原作はダメです。そうです。そこから映画で漫画になったり。漫画は知られてたから言うほど。漫画の方がエグいですよね。グロいみたいな。なんか文房具に並んでるぐらいちょっと。漫画初めて聞きます。あれを中学生の時読んで、あの内容が中学生やん。そうですね。あとこれゲーム同じ中3ぐらいで読んで、だからちょっと影響与えられた。俺の中で。どんな影響？考えたら世の中が弱肉強食やから殺しちゃいないやなっていう。世の中。クラスメイトで仮に俺ら今仲良くしとうけどこいつらと殺し合ったら俺はどういう動き出るやろみたいな。なるほど。同級生で殺し合うわけ。出席番号に寝るから俺は名字が前田やから出席番号に16番目ぐらいだと。15番目いたらおそらくもう15人のやつが武器を持つぞうにおるからみたいな。そっから心理としてまず真っ先にあいつ多分死ぬやろうからみたいな。そう頭とかやって自分が生き残る未来を何度も何度も描いてっていう。なんか戦略的な考え方を。もしあんなの現実が起こったとした時に俺は非常な判断を下せるのかっていうのを頭の中で何回も考えてる。その頭の中のイメージ漫画にしてくださいよ。ちょっと見てみたい。ヒカルさんがどう生き残るのか見てみたら。いやでも俺は生き残りましたよ。主人公はね最後までいないとね。でもめっちゃ強そうなやつとかいる中でヒカルさんって別に頭使ってやっていくタイプでしょ。それだからなんかちょっと面白そうだけどね漫画にして。だからでもその社会に出た時も工場にいたことあるから俺勤めたことはないけどみんな多分あんまないやろそういう経験って。ないクリエイターだけやったの。俺就職って俺就職したことあるやんけど工場入ったら開示の地下労働施設みたいな空気やんマジで。ホンマに俺の歌とかそんなんやってどんよりしとって。で俺の先輩から言われたことがここじゃ笑顔は必要ないからなって言われた。マジそうだよ。だからここで笑ってもエネルギーの無駄遣いやから地獄やん。あロボットみたいな。そう喋らずに淡々とこなすのが一番のコツやみたいな。なるほど。だから食堂とかもあったんやけど俺の工場の食堂はマジでシーンとしない。もう黙々とみんな食べとって。で俺が入ったばっかの時に自動販売機飲み物買おうと思ったら当たり付き自動販売機やってちょっと当たりの音うるさいから俺当たりなかったわけ。みんなシーンとしようから当たったら注目集まるから。俺一発目当てもてそう持ったって。それで結構注目集まったんやけどでもそれでも誰一人俺に話しかけてることなくみんな見てシーンとったってドライっすね。やっぱりそういうところでバトルワイヤーを思い出してああこの工場で俺は生き残ってからなまあ誰に動きを取って誰に気に入られればいいやろって結局そういう世界やから真っ先に権力を持ってたのがちょっとした上司みたいなやつに気に入られるようにすり寄って気に入られてなさそうなやつを落とすためにそいつとその上司の距離を離すような動きをして俺は。あそこでも政治力を生む。すごいな。で俺は入ってそこで主任にまだ会った。しかも俺岐阜県に研修みたいな行って全国研修みたいなのがあってそこの岐阜県の研修のランキングで200人中1位の成績。めちゃくちゃすごいじゃん。軽やるやん。忘れたくない。いやそれは1回目ずっと狙っとる。いや心臓バクバクしてる。いつよって。主任になるとなんか待遇変わるんですか。主任手当つくだけです。でもなんか漫画とかそういうレベルの感じで工場で働くってもそんな前笑顔でいらないからこれはなんて言われるわけじゃないもんね。いやその工場恐ろしいのはすごいのがボーナスの時期になったら俺1回だけボーナス経験した。ボーナスもらって俺辞めたんですね工場。ボーナスの時期の恒例の行事があるで工場が全国のほんまに47都道県あるんですよ。40都道県ぐらいあって結構でかいところ有名なところだけど恒例でボーナスは絶対手渡しっていう。しかも手渡しは社長が手渡し。だから40工場ぐらいをまとめとるドンがわざわざ工場にやってきて手渡しで渡すっていうのが恒例行事で、その結構珍しいところで、その工場も山奥でやるけど山奥に響かすぐらい爆音でフェラーリで社長がやってくる。それも恒例で絶対恒例で毎年車を買いながら来るみたいな。去年はランボルギーニやってこれの年はフェラーリやって。フェラーリの爆音が響かせながら俺らがこういうの仕事しようところにうわーってやってきてでそれ社長来たら集まってくれみたいなの集められて社長も汗だくやんずっともう汗
汗だくでめっちゃ汚いタオルで汗拭きながら社長が熱弁するんです俺らに対して。今年この工場を辞めていった人間が丸々にいます、はいはいはい、マジカイジみたいな本当カイジみたいな本当に辞めていきます彼らは哀れですみたいな言うマジマジ戦闘です怖いなマジやばい怖い怖いそんな中汗を流しながら活躍した君たちに直接僕から言わせさせてもらおうと思います。結構なんか辞めてってやつの話が結構するんですよ。10分ぐらいやめづらいそうでもその工場をめっちゃやめていくんですよ人が毎年。それで手渡しして俺をもらった瞬間その次の日に工場やりましたよ。まずこの線路やばいよマジエグいっすあの線路普通に怖い結構怖い自分もしないと意味未だにあるんですか。いやわかんないです。前はあると思いますだから恒例行事って言ってましたからね。へえ俺は、まあ、そういうのを経験してるから社会の厳しさを知ってるんで、はい、ちょっと、まあ、シビアに YouTube やってるっていうのはあるんですけど、その工場にいると抜け出そうって気概がなくなってきます、まあ、そういうふうにうまくねやってますねあそこは。あでもまあやっぱ諦めて抜けていくやつもいますね。でもみんなやっぱ辞めたいっていうことをしか言わないですでみんな俺が聞いた話先輩話じゃないですか、辞めたいと思わないですかって。いや俺はいつ辞めるかを考えてるみたいな発言しかしないみんな。俺は2年後辞めるつもりみたいな。辞めないっていう言葉を聞いたことを1回もないその工場に勤めてるという、最長でどれくらい続いてる人いるんですか。いやそれはやっぱ15年とかいますけど。あそうなんだ。でも最近その工場にいた人と出会ってもあの頃のメンバーはほとんどいないって俺が言ってたのもいる。そっから7年くらい経ったけどそっからもうかなり変わったみたいなメンバーが入れ替わり激しいんですよ。なるほどね。じゃあちょっとこの4人で誰かじゃんけんで負けた人その工場で。やだ絶対働きたくないもん。いやそれ怖いな。リアル会社だな。そういうの働いたからまあいろいろシビアな感じでいろんな面でいいんだよ。こう4人も YouTuber だから俺も負けないぐらいの職歴あるぜってなったらと言っていいんだよ。職歴っすか。職歴セブンイレブン3年間やりましたね。おお3年間やりましたよ高校の時にちゃんとしてる。それだけです。逆に就職はないよ。就職一回もないですね。やっぱみんなも YouTuber でやっていくんよ。そうですね。すごいよなそれが言ってまうのが。僕は決断まで結構時間かかりましたよ。ああそうなんや。めちゃくちゃ泣きました。ここの決断を下す。一回引退したよね。そうですね。一回休止したんですけど、受験のためにもともと休止する予定だったんですけど、その大学行くっても決めてたんで、だから家庭の事情で大学行けなくなって、でそしたらもうどうしよう、もう路頭に迷うんじゃないかみたいな、そういう想像して、でもそれがすごい来たのは高校卒業してもはや本当にもう社会的に何者でもなく高校生でもないなった時に、まあ、自分ってマジでこれからどうしようみたいな。ああなるんやそんな。めちゃくちゃ泣いて夜な夜な。へえ。それを経てなんかあネットで生きようっていうのを決めたんで今やってる感じです。そうなんや。どれぐらいみんなが稼いどうかって想像つかんの。俺より上とか俺と一緒ぐらいの人とかってなんと予想できるんだけど、この今のバスのクリエイターぐらいのレベルでどれぐらいのレベルなの。死んでる感じ。うわーすごい来た。うおー生活できるレベルなのかなと思ったら結構みんな案外稼いだのかなと思った。まあありがたいことに。じゃあ今新入社員よりは稼いでるみんな。そうっすね確かに。まあ稼いでる。ああ夢あるな。月3桁超え。えどうえ絶対超えんけん。え超えてないです今。収益止められてるんですよ。YouTube から個人チャンネルの収益止められた。著作権っていうか僕の TikTok まとめを載っけたんですよ。でその TikTok まとめが僕の動画なのになんか天才動画をまとめた動画みたいなよくあるじゃないですか、うん、誰かの TikTok まとめた天才みたいな。それだと勘違いされてその動画が12月の23ですねちょうど止められた。でそれが止められなかった100ある。100は言ってたと思います。めちゃめちゃすごいな。すごい。やっぱどうかね。あとイベントとかそういうのも全部含めて俺案件好きじゃなくてあんまやんないですよ。それでも3桁いくのすげえ。すごい世界ですほんまに。去年は TikTok がめっちゃでかかった。確かに親子とか確かに親子とか親子と金払いよかったもんね。めっちゃ良かった。俺も個人チャンネルでゲーム実況やっててほとんどがその荒野行動のネタとかやってて、それのおかげで100万突破したって感じ。すごいな。すごいっすね。本当にはみんなやっぱり楽しいっすね。二十歳で100万稼いだったら生活水準崩れますよ。お母さんにめちゃくちゃ怒られますもん。稼ぎすぎちゃって逆になんかそうそうなるやろな。俺もでも18から100万稼いでましたね。すごいっすね。18からってすごいな。でも確
確かに破綻はしますね。まあ YouTube で100万稼ぐ以外で100万稼ぐの結構大変じゃないですか。バーンっていかないですよね。難しいですね。でもなんかクリエイティブなことができないと YouTube きついので、そういう意味で言ったらあれだよね。いやでもすごいな、3桁稼ぐんか。でも4人ともやっぱクリエイターとしてのセンスがあるなって俺は思うことがあって、バズってそうだけど、俺とかってクリエイティブ力がないから、だからこれトーク動画しなせんわけ。だから3分で面白い動画作れって言われたら得意やったら見たことない。そっちは得意や。俺それがマジ無理やから、すごいなとは思うけど、それが俺できんから3分でどうやってまとめるんかなって確かに僕たちでも当時は LINE で6秒なんですよ。たった尺が6秒だったんですけど、よくやれたなと思って。6秒でまとめると思う。そうです、起承転結を6秒です。今考えたら超短い。こちらを超短い。こちら真ん中の金粉が乗っておりますね。もう結構お腹いっぱいで取るんちゃう。お腹いっぱいですね。もちろんワウと結構入りますね。どっちがつやる。入るけどもう8分目くらい。食レポガリのガリ。牛牛はちょっと違う。牛牛のガリ違うことある。ちょっと違う。じゃあいただきます。フレンドが俺と同級生にめっちゃ似とんやん。おったやん、橋本健二って似てない。あー似とん、確かに。なんでだよ。ちょっと俺の結構仲良かった親友2トンやって、ちょっとしかもボンボンやってしね。そうそうそう、ちょっとボンボンで2トンでほんとタイプだったよ。マジエリートみたいな。エリートサイヤ人感出してくれ。エリートサイヤ人。ベジータ、うん、ベジータ。いやベジータまでいかないです、こいつは。ナッパ、ナッパぐらい。ラディッツ。ラディッツ。ラディッツか。じゃあケンジいただきます。ケンジいただきますだろ。もったいな。あ、好きじゃないよ。あー、歯切れがいいっすね。歯切れがいい。歯切れがいい。歯応えがいい。歯応えじゃない。いや、なんか歯切れがいいっすよ。なんかすぐパスって切れる。それ歯切れがいいって言わへんから。歯応えですかね。歯切れがいい。歯切れがいいって。ケンジ縮めないで、ケンジ。噛みやすいです。でもちょっとなんか最初喋りにくいかなと思ったけど、あんなやっぱやってみれば普通に喋れるんや。そうですね。そうそうそう、困ってきた。普段どれぐらい忙しいですか。なんかこの前店長のチャンネルがなんかバンさんすぐ動画出してて、そこでなんか結構過密スケジュールの話をしてたんですけど、でも結構スケジュールはスケジュール表見せるのが一番分からないですは。めっちゃ見たいですけど、まあこういう感じやぎっしりですね。ぎっしり。すごい。大体1時に3つぐらい何かがあって、それを順番にこなしていくみたいな。すげえ。そんな中で俺らとね、ちゃんと予定組んでるなって申し訳ないよね。いやいや、まあ定期的に集まりたいけど、こうやって。あ、そうですね。定期的に。じゃないとやっぱ仲間は深まっていく感じ。確かにそうですね。ものすごくでも刺激になるか。うん。間違いないよ。バズったらもうスカイピースと俺とか禁断ボーイとかぐらいが登録者多いって言ったら、ああ確かに。でもバズメンってさ、なんであんなにコラボしないの。多分プライドじゃないですか。仲いいからこそ言いづらい。そうですね。あの単純にちょっと申し訳ないっていうか、やっぱその数字取るまでの努力があったと思うし。ああ、そうね。なるほどね。でも先にこっちには出ちゃう。そうなんですよ。言ってる場合じゃないもんね。吸ってる吸ってる。まずがあるのは本当にヒカルさんの方から。気さくですごい話しやすくていいしっす。ああ、マジで。当時ぶっちゃけネクステの頃ぐらいはすんごいギラギラした。ああ、確かに。もうなんか話しかけたら殺されるから。エクスステージの尖りが5やとしたら、多分10代20代若い頃はもう多分20ぐらいあったの。マジでこんなギラギラ、マジでギラギラしとったから。ほんまにまず俺髪型もソフトモイカンぐらいの人だもん。はい、ちょっといった見たことあります。僕あるで、結構いかつい感じで、すごい泣いてるから。もう渡っとるから人寄せつけへん感じの雰囲気でしょ、多分。顔が全然ちゃうもんな。あ、違う。マジで言われれば最近優しくなりましたね、この顔。逆になんか、ヒカルさんと、さっきのスマブラの話じゃないけど、こういう企画やってみたいとかってある。なんじゃもんじゃってわかりますわ。あなんじゃもんじゃだっけ。めちゃリブレ。あ、めちゃリブレ。この人とやってもらう。それの YouTuber バージョンやりたいと思う。真ん中の部屋。例えば、最近の流行りだと、セイキンさんとか狙撃されたりするのが流行ったりして、そういうのが、YouTuber でこういう特性を持ってたらどっちが強いのかみたいな。ベシャリだけでそういうのやってみたいな。ありそうやな、確かにな。結構限定されるんですよ、やる人が。喋りが上手い人じゃないとあんまり展開できない。確かに確かに。今までずっと温めてた。へぇー、狙撃される。定金 VS すく水の一句とか。あー、じゃあおまんぱいって
ていうヒカキン V です。ヒカルさんから言った話じゃないですね。まあまあまあ。これからですね。じゃあある程度食べ終わった。ラストはメロン。メロン。ここのメロンがマジでうまいから。これメロン食べて終わりにしようじゃん。この店覚えてる。プライベートで。そう。撮影使うからいいよね。そうなんですか。撮影しとるよ。禁止でこんな回す。ヒカルさん限定かも。ぎゅうぎゅうに行こうとしてて、今日7時ぴったりとかちょっと前に着く予定だったんですけど、ちょっと遅れちゃったんですよ。その理由がタクシーが運転手さんに、西麻布のぎゅうぎゅうって分かりますかって言ったら、分かりますって、そのまま行ったんですけど、降ろされたところがジュージューってところだった。そんなことある？あのジュージュー本当あるって。そこで降ろされてて悲しかったです、雨の中。メロンと醤油で食べた方がいいですか？そう。あ、そうですか？どっから来るんですよ、これ。びっくりした。マジでウニみたいな味してるから、もう。じゃあ食べましょうか。ヒカルさん、大丈夫ですか？いただきます。いただきます。いただきます。マンゴーを抜いたらメロンが一番好きなんですよ。果物なら。ま、幸せな。あ、面白いこと言う。面白いこと言っちゃう。あ、絶対面白いこと言う。絶対面白い。うまい。今笑い美味しいっすね。ハードル上げるから。いやめっちゃ美味しかった。夢みたいだ。初めて来た。ちょっとさ、LINE 見て仕事で契約書だけこれ入ったか持って行って、高橋さんカメラマン買ってもらっていいですか？あ、全然。高橋さん、さっき出ます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。仕事があるんで。あ、お疲れ様です。あとこれ、カバンに入れておく。忙しいな。さっき、失礼します。お疲れ様でした。至福の時間でした。めちゃくちゃ新鮮だしね。ヒカルさんと飯食うってさ、初めてじゃん。まだ定期的にこれちょっとメンバーで動画撮ろう。お願いします。企画をアルティメット4人からパクって。新鮮アルティメット5人として。本当にごちそうさまです。いや、ありがとうございます。ヒカルさん、さっきちょっと仕事関係の電話来てたんで、ちょっと一回かけてきた方がいいかもしれないです。わかりました。あ、ちょっと一回。あ、はい。ベロゲー一瞬だけど。これ残るんですか？まだ残るんですよね。電話来たの。ちょっとさ、俺の携帯は時間が知りたくて。4時4分。10時からちょっと出なきゃいけないから、早めだけど出ようかな。多分遠いから場所が。今日なんか予定？そう、予定ある予定。あ、事前に多分行ってあると思うんで、ヒカルさんも。支配出ちゃう？あ、出ます出ます。じゃあなんか最後カメラかなんかに。あ、そう。なんかいます？今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひ成人祝いとかヒカルさん買ってください。お疲れ、またね。お疲れ様です。はい。また後で家で。おう。はい。思ったのにさ、これ何の？金色の牛。これギュギュってキャラ。マスコットキャラだ、これ。そう、マスコットキャラ。可愛いでしょ。これも普通にメロンじゃない。え、なんていうの？メロンメロンって。やばー、面白ー。これコップコップって。もういいよ、もういい、大丈夫。ストローさ。もう大丈夫、もう大丈夫よ。あ、うん。え、母さん遅っ。俺も忙しくなりてぇな。充実そうだよね、忙しいと。余計なこと考えなくていい。振られたこと。でも実際どうこうちゃんと話してみて、ヒカルさんの印象はめちゃくちゃ気さくな方だなと思って。見た目から分かんないよね。そうなんですよ。話しやすいです。キラキラしてて普通に最高じゃなくなっちゃう。あ、口直し、いや、口直しすごい。待って待って、お口直しがすごい。お口直しすげえ。見て逆だろ。こっちや。はい、ギューギューって書いてある。えー、すげえ。何回口直させる気分なんだよ。やばい。え、もち、ちなみにいくらか見てみてよ。あ、本当ですか。怖え。見ていいの、見ていいの。あ、いいいい、いや、まあ書いてきてないから。そこまでいかないと思うね。あ、ベタなやつ。え、見ていいの。あ、見ていいの。うわ、決まってきた。え、見て見て見て。食べ物屋さんだよ。いくら？11万1000円です。11万1000円。ごめんなさい、10万1000円です。10万1000円。えぐっ。これいいな、ヒカルさんの横揃えて。めっちゃ嬉しかった。マリもガチ勢だもんね。俺は本当にガチです。でも対面が一番話しやすいでしょ。ああ、対面って。それはある。だって俺ヒカル飯とか見てますもん、セカンドチャンネルの。へえ。隣にいたからあんま目合わなかった。ファンとしてはそこが一番もう最強の。確かに、もうよく見えた。よく見えた。よく見えたって言い方ある。
でも遅いね。来ないね、結構。普通にヒカルさん戻ってくるんですか？カバンないじゃないですか。いや、でも多分戻ってくると思うけどね。本当すか？いや、さすがにここで戻ってこないなんてないでしょ。だって忘れもマスクぐらいしかないですよ。この金額俺無理だ。10万やばいよね。まあでもちょっと遅いですね。 LINE してみてよ、誰か。俺呼んでくるわ。まあグループに前さんとかもいるか、もしヒカルさん繋がんなかったら前さんに。あ、了解です。一回連絡してきます。え、もしかしてこの3人で繋ぐ感じですか？まあ俺ほらでも言うて YouTuber じゃないけど、2人の実力が試されてる。なるほど。ご趣味とかありますか？俺に振る。そっちだね。完全オフですもん今。そうだよね。てかまずお腹いっぱいだから頭が回らない。途中に出ていい感じですか？あ、どうしたの？普通に今日10時半前に終わるかなと思って。あー、一回でもちょっと、そしたらもちか誰かが今多分前さんと話してるからできた方がいいかも。いいっすか？あ、いいよいいよ。すいません、途中出るの良くないかな。俺が一人になっちゃう。習い事って10分前仕事なのよ、楽器の習い事って。そう、あ、そうなの、楽器なんだ。バイオリンやってんの？へえ、すごい温存しキャラだね、本当に。いや、一緒に暮らしててそれ知らなかったっすから。あ、嘘。今知ったよ。あとジム行くよ、これから。へえー、一緒のところ。あ、俺と？うん。なんか嫌だな。割と習い事増やしてる最近。じゃあワンチャン最後締めのとこ取るかもしれないから、ちょっと連絡して。はい、挨拶だけ。そうだね。おそろ。なんだ。なんだ。じゃあお疲れです。お疲れです。これ絶対変だよ。なんだよこれ。ワンチャンこれヒカルさん帰ってこないのかな。帰ってこないことあります？いや、オッチが帰ってこないよね。なんか気まずいっすね。これ本編で流せないよね、この時代。マジで本当にここ電波悪いっすね。電波悪いね。モッチが本当にやり取りしてるのか分かんないもんね。え、連絡来ないから。確かに。マリモなんか聞かされてたりとかしないの？変だよね多分。言われてみると異質ですよ、この部屋が。2人しかいません。だってギュウギュウで7人で来て、俺とマリモ2人だけ残ってる。変でしょ。え、帰ったのか可能性的にはあるんですか？いや、後輩置いてヒカルさんが帰るかみたいな。まあでも一回確かにその企画でカジサックさんの時にヒカルさん帰ってることあるんだよね。いやでも他のメンツもいなくなっちゃったから、はい、まあ、確かに都合が良すぎるっちゃ良すぎますよね。俺もマリモはめるからみたいなの聞かされてないから。うん、ほら俺も残ってるじゃんね。確かに確かに確かに。え、もし万が一、万が一っすよ、戻ってこないとして、会計はどうするんですか？ああ、さ、マリモが3桁稼いでるから。え、ガチっすか？え、マジで俺らが払うことなんてあるんですか？え、カジサックさんの時も払ってたんですか？もうカジサックさんは。カジサックさんの時はヒカルさんがお金どっかに置いててみたいな。それじゃないですか、絶対。ワンちゃんどっかに。え、そこら辺探してみてください。なんかさっきマスク忘れ物してたみたいなんで、なんかこれしかないです。え、その座布団もしたの？ちょ、僕も探すんで。いや、でもパッとないけどね、俺のナンバーぐらいしか。まあリモ。なんかその誰から。まあめっちゃリモ。この自慢みたいなリズムやめてください。まだ撮ってんすか？いや撮ってる撮ってる。持たないっすってことじゃん。いや、なんか勝手に切っちゃっていいのかっていうのをヒカルさんも前さんもいないか分かんないんだよね。そんな人確認取らないと怖い。うん。え、時間で言ったら何分ぐらい経ってるの？え、体感30分ぐらい経ってますよ。多分ね、25分30分ぐらいは経ってるかも。ヒカルさんこれやったね多分。そう、マリもぶっちゃけ今日いくら持ってんの？え、財布の中にってことですよね。あ、そうそうそう。え、見せるんですか財布？見せてもいいんだったら大丈夫。エロいカードとか入ってない？大丈夫です。ガチで言ってんの？2000円しかない。いや、もうガチっす。マジで？うん。2000円しかないの？マジっす。だってもういやらしい話、終わられる気満々できましたから。なるほど。これあれだね、やられたってことですか？ちょ、待って、ちょ、やられたっていうか、お前か2000円しかないんだと。この流れだと俺が払うみたいな感じになるよね。あれ、ちょっと待って、どうすんだこれ。じゃあもうこれは高橋さんが払うしかないでしょ。え、ちょっと待って、本当に？いや、僕無理だっす。無理だっすって。いや、僕無理っすよ、だって2000円しかないっす。いやいや、俺も払いたくない。いや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 、僕2000円しかないんです。なるほど。はい、これはもう消去法で高橋さんが払うしかないっすね。あ、そうです。
10万円払えないです。そういう話？え、無理っすよ、俺だって10万円とか払えないし。俺そんなあったかな、ちょっと待って。え、俺の携帯そっちにない？あ、ありますよ。あ、ありがとう。ちょ、どうすんだろう。失礼します。はい、すいません、ではお会計の方頂戴してよろしいでしょうか。あ、田崎さん、お願いします。頼みます。え、あの、他のメンツっていなかったですか？そうですね、ちょっと今、いらっしゃらないので。本当に？これどういうこと？え、それ、俺何？俺が払う。なので、残ってるお客様にすいませんが、え、これ、あと何分で出なきゃ。なるべく次のお客様もいらっしゃいますので、早めにいただけると。本当に？え、高橋さん、お前、これ、お前絶対払わないとダメでしょ。お前、はめたっしょ。え、ちょっと待って、高橋さん、ちょ、一回帰ろうって。ちょ、高橋さん、俺が払うの？これそうですよ、高橋さんも払わないと。俺が払うの？最近、まずやめたでしょね。最近、まずやめたでしょ。まずやめました。しかもなんかこう、うまいタイミングでやめたでしょ。いやらしい話。違うよ、ね、狙ったでしょ。じゃあ、いやもうね、それは思うところがあったんですよ。え、これ何？そういうこと？え、マジで言ってんの？まあ、罰を抜けた罰ですよ。本当に？そうです。これ？そうです。あれでしょ、当初、僕たちが払うみたいな話になってるでしょ。なってた。逆ドッキリです。え、こんなキレてんの？そうです。え、これガチで払うの？そうです。バズを抜けた罰です。バーカ。ラファさんに話しかけてくる人全員ラファエルの私服ドッキリ。やばない？ターゲット高すぎるやろ。完全に中華のラファエルさん。あ、そうです。あ、ほんと、これこんなカメラ売ってるんですね。え、マジですか？めっちゃやばない？全然やばない。確かに、すごい3人目っすよ。これマジっすか？うわ、これラファのあれじゃないですか？しかも、そうなんですよ。やば、これがこのオレンジのやつ、完全に1回乗って